低迷が続く百貨店に改善の兆しです。先月の百貨店の売上高はゴールデンウィークの来店客が増加したことから減少率がおよそ2年ぶりに 2% 台にとどまりました。5月の百貨店の売上高は前の年の同じ月に比べて 2.1% 減少しました。27ヶ月連続のマイナスですが、 2% 台の減少率は2008年7月以来です。企業業績の回復に加えてゴールデンウィークが良い天気に恵まれたため売上が伸びました。ただ中旬以降は天候不順によって夏物衣料などが落ち込み、5月は小幅なマイナスでした。日本百貨店協会は高額品の売上が持ち直していることなどから7月にはプラスに転じるとしています。